時何してっかな。ちょっと番犬マンが適当すぎたな、うん、じゃあまあなんかあれだな、童貞くんと竜巻が喧嘩してる横で犬も食わない感じに寝ててもらおうか。少し意味が生じた。
なんだよな、シッチが誰かをこう尺してるかブレイコーだっていう感じで、誰かと絡んでるか、誰かなシッチと一番話し合いそうなの誰だろう。
がいいかな。シッチはなんかあれだね、あの漫画本編の方だと一番絡んでそうなのは童貞くんなんですけどね。武将髭の王さん、あの主任と飲んでてもらおう。あっとっと、ネクタイじゃねえや、ワイシャツで。なんかそれもつまんない気がすんな。誰かな、スネックとか、スネック、すごい場違いな感じすんな。まあいいか、じゃあここはマスターにダンベル運動しててもらおう。あったね。ここにたこ焼きの家と、
ジーナその理事に家にあの店に出てくるんだから偉いよな。一皿500円、高い。ああそうか、そうだ、甘井さんの近くにいそうですよね。じゃあ甘井のそばでネクタイ鉢巻きでいてもらおうか。メガネの協会職員もちょっと考えたんですけどね、でもあんまりこうあそこら辺叩いてもあのいい感じにこう反応してくれないというか人笑いがあんまり起こらなそうで、真面目だからねあの人たち。俺のイラストでキャラ壊すわけにもいかないから。誰がいるかな。ブサイクなガキ、どうかな。ブサイクなガキは寄ってきてゲーム覗いたりするだろうか。ブサイクなガキはなんかヒーローたちが一堂に会してるのを見てうおーっつって感動してるぐらいでいいかな。覗き込んでんのは誰かな。顎の割れたガキでいいか。
うわ見て見ておじさんすごいよすごいよって画廊に話しかけてんだけど画廊はふんって感じですね。あ、そうか。顎の割れたガキ中学生でしたね。じゃあ学ラン着てとこう。ムカつくなこいつ。密かに誰かが潰れて寝ててでマジックで乳首が書いてあるっていうね。で顎の割れたガキはもうすでにサインペン持ってるというお前が書いたんかいみたいなね。誰かな潰れて寝てんの誰かな。潰れそうなやつ酔って潰れてるぐらいがちょうどいいやつ誰だ。松田さんはなんかダンベル運動してるのが一番っぽい感じもするし、マスターは上髪っぽい感じもするしな。酒弱そうなの誰だ。酒弱そうでタイガーかブラックホールあたりがちょうどいいんだろうけど、スネックとかかな。誰だろうな。ゼニール、ゼニールは教会関係ねえか。
うん、スネークかな。ダークネスブレイドもふさわしいな。スネックだな、スネックにしとこう。どうしようかな、ワイシャツの上から描く、それともワイシャツ脱いでる状態で、あ、脱いでる状態だなこりゃ、ワイシャツはだけてて乳首が描いてある。よし、いい感じに埋まってきたぞこれ。すげえ埋まってるぞこれ、うん、おめでとうなんですかね。まあ、ある種おめでとうか。他なんか書かなきゃいけないなあとは。じゃあまああれですね、ゴミ拾いに来た。無面ライダーはなんだこれって見ててもらおう。ゴミ拾ってる時のその トングで乳首をつまんでしまえ。
とは、十分かなこれ。こんなもんでいいか。もう一つ、もう一人手前、ここに一人欲しいんだけどな。ここに一人ね。誰かいねえかな。適当な。なんか。一緒に飲んでそうなやつはいねえしな。頭で分かりそうなやつっつったらもう苦虫先輩ぐらいしかいないけど、あいつだとデカすぎるしな。うん、とりあえずこんなもんですかね。はい、じゃあまあ大体埋まったのでこんな感じで。スティンガーさんは、あ、スティンガー、あ、そうか、スティンガーか、スティンガーいてもいいな。あとはバネヒゲをこいてウゴンボールが写真。いいけど男2人でボートっていうのもなんかね。
じゃあまあスタンダーは遠くでなんか竹も実家で竹の子掘ってきた帰りみたいな感じに書いておきます。竹の子いっぱい袋に入れて通りすがりにしちゃなんか不自然すぎる感じもしますけど、あ、いいですね。ジュノスが作ったモブ幼女がお父さんとボート。ああ、いいですね。いいですね。いいですね。それいいや。たこ焼きの家もね、なんか、モスキート娘が看板娘かなんかやってるといいんだけどな。
書けねえな、
いつのエプロン絶対エロいっすよね。その辺の話は置いといて、はい、まあ、じゃあ大体これで埋まったんで、あ、一応ね、これあのなんだ、蚊のお腹に当たるようなあの 血を溜める袋ね、あれ埼玉がビンタした時にビルにぶっかって潰れたんで、尻尾がついてたところには絆創膏が貼ってある感じです。尻尾っていうか腹というか、じゃあ寝ます。あ、いや別に生きていたんですね。生きていたらいいなぐらいの感じですね。
昔どんな感じだったっけ、花見のイラストより一生懸命描いてねえか何をやってるんだ、
あ全然仕事じゃないですよこれ。こりゃいいぞじゃねえよ。仕事しろや。
かくだからペンを入れてしまおう。
気合入ってね。いや、入ってない入ってない全然入ってないよ。軽く軽くさらっと書いてから。そんなね、本業仕事ほったらかしして、そんなね、そんな気合い入れて落書きするわけないじゃん。ないじゃん。ですよね。自分で言っちゃった。
あ、しまった、間違えた。
あの手足じゃ店に立てないんで、ジーナスに義足と義手をつけてもらった感じにしますか。
でいけた。でしょうね、深夜のノリで書いたもんだからな。ひょっとしたら どっかで使うかもしれないですけど、どうだろう。
いい加減寝ようかな。あんまり無理すぎるのも良くないし、あとあと響いちゃうね。寝ないと。キングだけ書くわ。
じゃあ寝ます。どうもお疲れ様でした。疲れた。うん、じゃあいつものありがとう、またね、インド、ナマステ、タンキュー、フィルメレンゲ、フランス、メルシーボク、アビアント、オルボワール、アラプロシェノフォア、スペイン、グラシアス、ケテバジャビエン、アスタルエゴ、中国、シェシェ、ザイチェン、広東語、ドゼ、ゾイン、ドイツ、フィーデンダンク、ビスパルト、アフビタゼン、韓国、コマワヨ、チルゴボストヨ、トーマンナヨ、スゴハジョシムニダ、ロシア、バルショエ、スパシーバ、パカ、トリマカシ、ジュンバラギ、インドネシアですね。イタリア、グラチエ、チベディアモ、ベトナム、カモン、シンタビエ、ポルトガル、ムイトオブリガード、アテドオゴ、テニャン、ボジア、フィリピン、カイビガン、サラマト、キタキタポタヨ、ウリハ、アラビア語、ショクラン、アラカピマ、バドマ、アサラマ、スワヒリ語、アサンテサナ、トゥタオナナテナ、スウェーデン語、タクスミケット、たくさん見てと、ウィシアス、ヘイド、ポーランド語、ジェンクジェ、ドドバチニャ、ポチュネジ、オランダ語、ダンク、ドドジンス、リトアニア語、ラベアージュ、イキ、アチュー、ヴィソギャロ、はい、そんな感じです。どうもお疲れ様です。ワンアン、おやすみなさい。